でも足長すぎてもさ結構しんどいよな。なんか映画館とか行くとさ、なんか足伸ばせんし、俺嫌なんだけど、なんか一押しトークとか来た時にさ、一人アメンボみたいに、俺の、あ、一押しトークの列だけさ、アメンボみたいなさ、足の女の子とか男の子おんの、すごい嫌なんだけど。うわ、あそこじゃん、宇津木ゆうゆうの列って。すぐ分かっちゃう。また下何センチって言って。でもなんかね、いっつも言われるんよな。なんか、うゆ足長。で、名物になる。実際さ、君たちって、あ、なんか、もうちょっと身長欲しいなとか思ったりする？なんか、女の子、なんかちっこい女の子は、ちっこいしって可愛いし、なんか背高い女の子は背高いで、なんかかっこよくて、いいしって思うんだけど。今、173だから、あと2から7くらい欲しい。君あと7プラスしたら180になるよ。180ってね、マジで結構不便よ。結構不便よ、180。180ね、なんか、頭もぶつけそうになるわ。あーでもなんか、公共施設の乗り物に乗ってるとき、あれだわ。乗ってるとき、上の方の空気吸えるのはいいかもな。あ、でもね、180になると、タクシー乗ったときに、なんかさ、最近のさ、タクシー、ちょっとなんかボックスタイプというかさ、なんか乗りやすいのあるじゃん。ちょっと天井高めな。ああいうのだったらいいんだけど、普通のタクシー乗った時ね、なんか頭がね上につきそうでね、しんどってなるよ結構。結構ねしんどい。スラムダンク世代何、スラムダンク世代ってみんな180欲しくなるの？ガイトってどのあたりで服大変になるの？あ、でもね170、でもなんだろうな、でもどうだろう、身長高いからっていうよりかはなんか座高だな。座高しんどいわ。そう、タクシー出るときも大変なんよな。乗るときもさ頭ぶつけるしさ。そうで、乗ってるときもね結構かがむんだよな。かがんだりするから結構ね、背中丸まってね、タクシー乗り終わった後ね、うわちょっとしんどみたいなあるわ。そうそうそう、足元も余裕あるしね。なんかタクシー拾う時、普通のタクシー来ても見送る時あるもんな。あ、こっちのタイプか、いや前かみたいなさ、もうちょっと待とうみたいな。そう、足も伸ばせないしね。そう、姿勢悪くなっちゃうよな。うわー、それね、同じこと言ってる人いたわ。そのさ、ヒール高めの履きたいけど履くと巨人になっちゃうから。そうだから、もうちょっと逆にこの身長低くしたいみたいな人いたわ。ねえ、低くなりたい時もあるよな。車のタイプまで気にせんとあかんのよ頭ぶつかるし。あと映画館行った時ちょっと後ろの人の気にするわ。うわっ、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 ヒール履くと釣り革に顔ぶつける、あるあるそれ。はい、身長高い人の悩み、5本の指に入る。それ電車とかじゃ、ある程度か、175くらいからか、
すり革のところにちょうど顔が来るんよ。ちょうどちょうど来るんよ。なんか揺れた時にプシッてやったって。そうそうそう、立った時にもぶつかるんよな。いや、わかるわ。そう、釣り革当たるとさ、痛いしさ、なんか、なんだろう、風魔系のさ、タイプの人だとさ、多分釣り革とかあれ、捕まりたくないタイプじゃん。そういう人だと、多分、うわって、うわ、顔に当たった、釣り革みたいな、なると思うわ。オロスタのライブで身長高いお兄さん、ずっと中腰だった。気使っとるんやな、えらい。そう、釣り革のね、間に頭来るように並ぶんよ。あの電車とか乗った時とかさ、席シートのさ前に立つこととかあるじゃないですか。なんかあの時とかさ、釣り革の前しか空いてない時とか結構しんどいもんな。うわっ、めっちゃ顔に当たるみたいな。意外と大変なこと多いのよ。でも逆もあれだよね、身長低すぎるとさ、電車とか乗った時に下の空気吸わなかんのしんどいわっていう人いたんよな。この身長高い低いのやつ、まあどっちも一長一短よなね。身長高くて得したこともあれば、身長低くて得したこともあるだろうしな。真ん中が一番は。そう、でもさ、身長ってさ、どのくらいが一番ちょうどいいんだろうね。ね、君たちの思うさ、一番ちょうどいい身長って何だと思う？僕ね、172ぐらいがちょうどいい気がするんよな。172くらい。